今日もねいつものマーラにやってるわけですけれども、肉、最近ラインナップ決まってきましたね。この豚骨スープに卵を3個割り出して、で野菜たっぷり野菜と一緒にねスープを作りながら食べまして、そしてお肉をねしゃぶしゃぶでいただくと、いやーイムレオイムレオ、腹いっぱいになりました。ということでね、裏口からちょっと出てみるんですけれども、今日はねすごい、これバイク人混みやばいっすよ。このいつものジョムティエンのねナイトマーケットも一体どうなってるんだっていうぐらい、人がおりますけれども、あ、豚の丸焼きですねこれ。いやもう腹いっぱいなんですけど、またね今度来た時、ちょっと試してみようかなと思います。今日はねとにかくすごいすごい盛り上がり、もう大音響で音楽がお腹にずしんずしん来るような重低音でねなっておりますけれども、まあ今日はね1年に1回の特別なイベント、もうこのジョムティエン界隈ね、もう乗り物で入ってくることはできないですよと言いながら、昨日僕バイクで間違って走ってしまったんですけど、もう抜け出せない人人人、これね交通規制が入ってるわけでもなんでもないんで、こうやって車とか入ってきちゃうんですけれども、到底走れたもんじゃないですよ。超大渋滞でみんな止まってますけれども、なんと今日はねジョムティエンのミュージックフェスティバルっていうイベントが開催されてるんですね。でまあいつものジョムティエンとは違ってタイの方が多いですね。いつもはねファランと呼ばれるあの西洋人ばっかりなんですけれども、欧米人っていうんですか、でもね今日はねもう本物の見事に、タイ人ばっかりで、いつも見るような方々ではないですね。若者だったりとかカップルだったりとか、いや本当にねすごい人なんですけど、こうやって出店もいっぱい出てましてね、で何やら奥の方には音楽のステージ会場が作られているようで、まあ、結構ね大音響聞こえてくるんですけれども、歩けないですねこの人。向こうの方ちょっと映してみましょうか。ステージがあってね音楽やってるのが分かると思うんですが、もうステージに近寄ることすらできない状態です。この広い砂浜がねもう見事に人で埋まってますよ。まあパタヤはね本当にたくさんのイベントがあってしょっちゅうこうやって盛り上がってるんですけれども、今日のこの盛り上がりはこれまたすごいですね。このミュージックフェスティバルもね今月3回、このジョムティエン以外でも別のところ合わせて3回やるみたいなんですが、今回はジョムティエン3日間、とんでもないことになってますね。これね本当にすごい盛り上がってるんですけど、残念なことに僕はあのここで流れてる音楽ほとんど全部知らないんですね。タイの音楽が流れております。いつもはね、欧米人ばっかりなんでオールディーズとか知ってる曲もたくさん聞かれるんですけれども、今日はこのミュージックフェスティバルは知らん曲ばっかりでもね、みんなめっちゃ盛り上がってますよ。すっごいでしょこの人だかり。いやーこんなジョブティエンビーチ初めて見ましたね。今日は歩きで来たんでね、なんとかすり抜けていけるんじゃないかって思ってたんですけれども、こんな状態で前に進むのは可能ですね。ステージの近くにいる人なんか絶対出てこれないに違います。こうなってくるとねトイレ行きたい時なんか大変ですよね。まあそれでもなんとかかんとか合間を縫ってちょっと歩いてみようと思うんですが、もうこの車はこのイベントが終わるまで抜け出せないでしょうね。間違って入り込んでしまった人、まあ昨日僕それでそういう立場だったんですけどね、見てください、ソンテウも立ち往生してますよ。これは有名なミュージシャンが歌ってるんでしょうか。時折ねみんな口ずさんでたりして、あ、この曲みんなが知ってる人気の曲なんやっていうことぐらいは分かるんですけれども、正直僕全然知らない人が歌ってる知らない歌っていう感じで、音楽にはなかなかちょっと反応できないですね。うわーこんな中走らないかんソンっていうのも大変やな。というのもね、まだ人がまばらな時にこの道入ってきてしまってて、気がついたらもうこんな状態になってしまってるというね。ほんで全く身動き取れなくなってしまったっていう立ち往生してる車がたくさんあるんですけれども、これも分かってたらね近づかないですね。
今日もね、僕車で移動してたんですけど、一旦その家の駐車場に停めまして、そしてここまで歩いてきましたね。まあ歩いてすぐ近くなんで、それでマーラー食べて、そのついでに様子をね、もう一回様子を伺おうと思って、昨日も来てたんですけど、今日もまたまた来ちゃいましたね。いや今日は歩きやから大丈夫かななんて思ったんですけど、甘かったですね。これ本当にね、見ていただいたら分かると思うんですけど、全くすり抜ける隙間もないほど、こんな状態で人雪崩のように倒れてしまったら、これすごいね、危ないですよね。まあまあジョムティエンのね、そのミュージックフェスティバルやってたらこんな状態なんで、うかつに近寄ったらやばいですよっていう。しかもね、我々外国人は知ってる曲ほとんどありませんので、まあタイソングがねすごい好きで、そのよく聞くなんていう方は楽しいのかと思いますけれども、僕ら外国人が聞いても全く知らん曲が永遠流れるという感じで、まあ失礼な言い方をすると音がでかいだけみたいな。確かに外国人の方にはあんまりおすすめのイベントではないかもしれませんね。いやそれにしてもすごい盛り上がり、多分めっちゃ有名な人が来てはるんでしょうね。まあちなみにこのパタヤミュージックフェスティバルは3月の、パタヤではね最も暑い時期とされる3月の8日から30日までほぼ1ヶ月4週間にわたってね開催されているんですけれども、毎年恒例になります。毎週金曜日と土曜日の開催なんですけれどもね、タイの有名な超有名人ですね、アーティストやバンドがこのパタヤに集まってきまして、まあタイの音楽好きな方にとってはたまらないイベントなんでしょうね。確かにここ最近ね、何かいつもやってないところでも検問あったりしてって、で交通量多くて何か特別な雰囲気してたんですけれども、これだったんですね。今年はね3月8日がノースパタヤビーチ2カ所、それからセントラルパタヤビーチですね、3月9日も同じく、そして3月15、16が今日、昨日と今日ね、このジョムティエンビーチ、そして3月22、23はランポームアンパテアパーク、ナクラの方ですね、そして3月29、30がセントラルパテアビーチ、そして30日はね、同じく乱闘のサマエビーチでも開催されます。まあ今言うた日はね、その辺近寄るとこんな感じに巻き込まれてしまいますよということなんですけれども、まあなんせね一流ミュージシャンたちがやってきて、そしてそのステージを無料で見れちゃうっていうんですから、地元の方にとってはもうこれはね行くしかないだろうというような感じのイベントになるみたいです。まあ正直ね、僕はこれ、今日撮影しようかな思って来たんですけど、昨日見てもう二度と行きたくないな、近寄りたくないなって思いましたね。ただまあこれだけね影響力のあるすごいイベントなんで、興味を持たれる方もいらっしゃるんじゃないかななんて思いつつ、どうなんかななんて思いつつ、実況中継でね今日は来てみたわけなんですけれども、こうやってステージの裏側に回ればまだ結構歩けますね。いやとにかくすごい人で歩けないっていうのがまず一つと、タイの有名人たちが来てるんですけれども、日頃からタイのテレビとか見てないので、その人たちのことがわからない、その歌が口ずさめないというのがありまして、まあ僕の中ではそんなにねちょっとおすすめのイベントというわけではないんですが、そうそう最近ねこのジョムティエンの、ビーチロードが一方通行になりましてね、北から南への一方通行になりまして、まあ、日頃はね非常に通りやすくなったんですけれども、今ソンテウはねこのビーチロードは南から北の方へ、そしてそこからセカンドロードに回りましてね、セカンドロードを南から北へ走る形になってるんですけれども、まあビーチロードが2車線になって通りやすくなったかなっていう感覚、まあ今までは両方向行けてたけど片方向しか進めなくなったっていう意味ではちょっとね不便さもあるんですが、なんかまた大規模な工事が始まるとかなんとかで、このパタヤはねどん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 今整備されていってるんで、この砂浜もね、広くなったばっかりなんですけれども、こうやって毎日人が夜になったらね特に涼しいんで人が涼みに来られます。この辺はねミュージックフェスティバルがなくてもこれぐらいに人は出てますね。毎晩夜遅くまでこうやって海風当たりながらビール飲んだりバーベキューしたりね、みんなのんびりとビーチで過ごすんですけれども、僕もねたまにゴザ持ってきてこのコンビニで買ってきたビールと
ちょっとおつまみを食べながら海風を楽しんだり、ギター持ってきてね弾いたりすることあるんですけれども、なかなか気持ちいいですよ。パタヤはね、昼間の直射日光は暑いけれども、日陰とかこの夕方から夜にかけてはね全然暑くないんで、まあ涼しい、海風吹いてて涼しいですよね。めちゃめちゃ住み心地がいいんですが、お、裏手の方から見てみると何やらベースの方がやってきましたけど、みんな写真撮ってますね。この方すごい有名人なんでしょうか。まあ日本だったらね、今流行ってる人気の歌手とか、まあ、多少は分かるんでしょうけれども、タイだから一体誰なのかが分からないですよね。そうそう、僕もねかれこれ2年ぐらいここパタヤに住んでますけれども、地元のテレビを見たりする習慣はありませんので、さっぱり新聞完封ですね。まあでもこうやってね、楽しいイベントがしょっちゅう開催されて、エンターテインメントの街パタヤですよ。パタヤ中がねいつもお祭り騒ぎのどんちゃん騒ぎ、これは消防車なのかな、上でみんな飯食ってますけれどもね、くつろいで海風浴びながら飯食ったり音楽見たりしてますけれども、のんきなもんですよね。そうそう、これだけ人がごった返してるのに何の交通規制もなく、普通にバイクも車も入ってこれちゃいますからね、間違って来ないようにしないといけないわけなんですけれども、ここまで来たらもう大丈夫、いつものね家の近くのコンビニなんですけれども、こうやって屋台が、これはねいつもこのぐらいは屋台が出ております。いやーほんとね、眠らない街パタヤ。そう、2年前のねコロナの時から比べると本当にどんどん賑やかになってますよね。いやこれね、映像で見るとあっという間かもしれませんけれども、こうやって家帰ってくるまで2時間ぐらいかかってますからね、全く身動きの取れない人だかりの中でよく通り抜けられてきたなと思うんですけれどもね、まだ今月このパタヤミュージックフェスティバルどんどん続きます。パタヤのスローガンとしてはね、パタヤは毎日、誰でも歓迎します、こういうスローガンがあるんですけれども、まあ、興味のある方がいらっしゃればね、一度、次はセントラルパタヤかな、そして乱闘の方でもね、このミュージックフェスティバル開催されますので、足を運んでご覧になってみられてはいかがでしょうか。いやーもうこのままね、このプールに飛び込みたい気分ですね。いやちょっと今日はね、あの大爆音の中、あの人だかりの中で、ちょっとね、疲れました。